日本の鹿児島県樽水市に本拠を置く、酒造会社の森伊蔵酒造が製造、販売する芋焼酎のブランドである。鹿児島産の有機栽培のサツマイモを原料とし、手間のかかる伝統的な加熱ぼ仕込みにより生産している。芋焼酎にありがちな芋臭さがない、まろやかな味を特徴としている。出荷時に詰めるガラス瓶も、従来の焼酎に多かった透明や青色から茶色に、 変えた上で和紙に包み、紫外線による味の劣化を防いでいる。高級上酎として人気を博した後も、生産量は明治18年の創業時と同じ四国亀壺墓50個分から増やさない方針を掲げており、幻の焼酎として知られる。魔王、村尾と合わせて 3M と呼ばれる。フランスの元大統領、ジャック・シラクは森井が大好物で、森井酒造に、 直筆の感謝状を送ったこともある。トヨタ自動車社長であったジョ、長婦女が、レジオンドルール勲章を受けた返礼として12本を持参したところ、叙勲式でこれ以上嬉しいことはない。よくぞこれだけの本数を揃えていただいた。私のことをアルコール中毒と思わないでくださいねと語って、周囲を笑わせたという。日本航空では、国内線及び国際線。 ファーストクラスで通言提供しており、当該クラスの乗客は無料で味わうことができる。なお同様のサービスを提供しているのは、世界の航空会社では、日本航空のみである。森伊蔵の、裏ラベルに、亀壺焼酎、森伊蔵は、初代より受け継いだ技で、契約栽培のさつまいもを昔ながらの亀壺で、じっくりと熟成発酵させた焼酎です。甘みのある、 まろやかな味わいは、蔵元として自慢の焼酎です。五代当主とある、森伊蔵酒造の四代目の名前が由来である。1981年に帰郷して、1 9 8 0父への敬愛と森伊蔵という人名が他にいそうになかったことから、焼酎の名にすることを思い立った。父の伊蔵は、焼酎の味は褒めたものの、己の名をつけることには反対したが、 反対されたがゆえに、180度を変えるという志にかなうと考えて、森伊蔵という銘柄名を確定させた。焼酎の銘柄で人名をブランド名にする走りでもあった。かつての銘柄は金庫。このラベルもいくつかの変遷を経ている。最初は契約栽培ではなく有機栽培だった。 公式の店頭販売価格は1.8リットル入り1本2808円で日本全国65店の特約店での販売の他に毎月15日に電話で申し込みを受け付けて抽選により販売が行われているかつては樽見市の生産元で直接販売もしていたが発売前に日本全国から人が集まるようになって近隣の防波堤沿いに車の行列ができ 警察が出動したり、警察の呼び出しを受けるに至った。このため、電話受付に切り替えたが、2時間に100万本を超える電話が殺到して、NTT の交換機がハングアップし、近所の電話も普通となる事態を引き起こしたため、1999年からは電話で受け付けた中から抽選で販売するようになっている。この電話による抽選は、 確率約0.2%とされている。現在は、森井造1 8 0 0トルの電話抽選販売を行っている。毎月15日から25日まで、指定電話番号にて24時間電話予約を受け付け、翌月の1日から14日までの間、同じ電話番号にて抽選結果を聞くことができる。当選した場合は、受け取り方法を店頭か郵送の中から選択できる。 郵送の場合は、郵便局の払い込み取扱い表に必要事項と、地域別の送料と小中代を含んだ金額を払い込む。転灯受け取りは、中戦月の2ヶ月後の15日から20日までの間に、森井蔵主犯にて、郵送の場合は、当戦月の末日までに、払い込みが必要で、2ヶ月後の15日に、森井蔵主犯から発送される。また、 毎年3月から5月の期間限定で、日本航空の国際線回 C クラスで機内販売が実施される。毎月店頭抽選限定で、高島屋各店の店頭にて 720ml よび 1800ml、極上、森井ン 720ml の販売を行っている。毎月1日から10日まで店頭で抽選応募。 抽選して当選者のみ販売券を郵送にて発送し21日から月末まで販売券と引き換えに低価にて販売している。市場に出回った森伊蔵はオークションやブローカーなどを通じて転売されて1本3万円を超える値段になることもある。銀座の高級クラブなどでは1本15万円で出すこともある。1983年頃は知名度に乏しく 両半焼酎並みの価格で売られていた。ただし、その頃も店頭販売はほとんどなく米や糖を介して飲食店等へ販売されていた。希少な焼酎であることからインターネットオークションで偽造品が出回る問題が発生したことがある。森偽造のラベルを偽造し他社の焼酎を入れた瓶に貼り付けてオークションに出品したもので約160本を販売して 大金約400万円を騙し取ったとして、大阪府の飲食店経営者が逮捕され、詐欺罪により、懲役2年6ヶ月の実刑判決を受けている。福岡県大牟田市の会社によって、中国で無断で、商標登録申請が行われていたことが、2010年2月に発覚した。問題の会社は、連絡が取れなくなっているという、ありがとうございます。